ヒーローをやめないっていうような感じですけども、まずは山瀬浩二選手、そのまま本当に攻守にわたって走りまくっておりましたけれども、この90分いかがでしたか？そうですね、最後バテちゃってちょっと変えられちゃったんですけど、そこをできれば90分持つように頑張りたいです。本日26点ということで、本当に精度の高い山瀬選手のドリブル、そしてシュートが炸裂でした。今チームは山瀬選手から見てどうでしょうか？そうですね、前回の試合もそうなんですけど、チームの状況としては非常に、調子が良くなってきてるんじゃないかなと思うんで、ただ慢心することなく、今後の試合も頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。山瀬浩二選手です。そして中村俊輔選手です。おめでとうございます。本日の一番最初のコート素晴らしかったですね。表彰台に立てるね。頑張ります。